これは苦しい展開ですが、藤井いいディフェンスね。藤井選手はもう入って、さあ藤井のスリー、いやーすごいな、決めてきました。しっかりと決めてくるあたりがさすがですよね、はい、ヘッドコーチとするともうしてやったりで、どう来るか、かわした、そこから打つヒース、うん、スリーポイントを決めてきます。なかなかシュートまで行ってるんですが得点になりません、はい、ここも川崎のディフェンスが渡りました。ファジーカス決めてきます。早い早い、あそこから中に入れて熊谷、強いですね。ナイスパス。さあこのゾーンが昨日と同じように効いてくるかというところですが、熊谷パスして藤井スリー決めてくる。いやーすごい、役割ありますからね。また得点になりません。さあ川崎、藤井外に広げて藤井のスリー、どう攻めてくるか藤井。いやナイスパス、決めてきました。素晴らしい詰めゲーム、ここの詰めゲーム、ここです。藤井ヒースいいですね。あ、ただそこにいました。長谷川、長谷川までもがスリーポイントを決めてくる。川崎としては得点を重ねたいところですが、そこへ打ってきて決める、強い。残りわずかだがどうする、そこから熊谷がいてスリー、見事なブザービーターでした。熊谷で合わせる、熊谷の3、これですね。そこから藤井が切り込んで中にいて熊谷、またこれ素晴らしいアシストですね。ナイスパス。川崎昨日と違うところどういうところありますか。そうですね、まあ、前半はアウトサイド主体で、はい、さあ川崎ですが、ここからファジーカス、これがまた決まる、ね、中に切り込んで外に広げて辻が藤井に渡してスリーだ。うわこれも決めてくれ、ショットですからね、ここですよね、今のシーン、はい、これ難しいシュートなんですけど、よくぞ入れました。